スーパーグローバルハイスクールとは国際的に活躍できる人材育成を重点的に行う高等学校を文部科学省が指定する制度。語学力だけでなく社会の課題に対する関心や教養、コミュニケーション能力、問題解決能力などを身につけたグローバルリーダーの育成を目指している。スーパーグローバルハイスクールの指定は2014年度から実施され、 指定期間は5年間、1校あたり上限1600万円の支援が受けられる。予算額は2014年度8億651万円、2016年度11億円、2017年度9億円、2018年度約8.4億円。指定校は研究開発学校となり、現行教育課程によらない独自の課程を編成、実施できる。この事業は、 初等中等教育局に実施事務局が置かれ、高等学校の選定、指定にあたっては、書面審査部会協力者が選任されている。2019年度からは、以下のように変更する予定、2014から2016年度に指定された SSH は123校。2018年度において、SSH と SGH は29校が重複指定されている。 公募に対して多くの申請があったため、指定校に漏れた学校の中から、グローバルリーダー育成に向けた教育の開発、実践に取り組む SGH アソシエートとして選定した。SGH アソシエート選定校は、SGH アソシエート一覧を参照。ありがとうございます。